じゃんけんで勝った方が署名します。負けた方はそれを避けます。あいこはやり直し、最初ドキッとやらないでくださいね。あ、勝った打たなきゃ、あ、負けた避けなきゃ、ないですよ。勝った何にも心動かさないでください。普通にあることのように聞こえそうが、静かにやってみてください。で、やらないで、急に何かがすっ飛んできたとき、打って避けられるようになる。もしかしたらそこから先にこれを詰めてやっていただくと、ああ俺次勝つな、ああ勝った打っていこうって、こうなんとなく自分の中で何かが出てくるかもしれないので、そんなのもちょっと観察しながら、今まで体でしたのでメンタルを少し稽古の準備をしていただけます。